じゃあ展望台からいい気分を生かした次は。このイーシュ群は掘れたことあんねん、昔な。これは覚えてますけど。今のビーシュ群は初めてでしたね。びっくりしましたわ。全然、一回見たことなかったっていうのはね、びっくりびっくりよ。最初の頃やからもう、この石の階段が綺麗でね、そのイメージがいっぱい残ってるわ。今、削り立てての感じのね。何、第二展望だよ。第二展望台見ときましょうか。第二展望台なんかあったんかね、全然知らなかったね。ほとんど人歩いとないね、これは。出てきたんですかね、第二展望台は。第二展望台。ああ、よう見れますわ。全四群。しかも見えへんよ、ここからな。ちょっと。古墳は分からんな。はい、展望台からじゃあ第二展望台でしたか。この先上がってきた、これ全然古墳のこの字もないんだけど、いい石群の。おお、ここになんかね、大きな石もあるぞ。ないんですか、ここに石大きいのあるのに。違いますか。おお、大きくなった、石群。結構大きいぞ。天井石は奥はないか。これ天井石にしては短くていうな。まあ袖は一応ね、袖は作ってありますけど。これね、石がいっぱいゴロゴロしとんだけど、もう天井石にしてこっち小さすぎるしな。せっかくからね、何五分ぐらい変えてくれたらいいのにね。さあ、降りましょうか。おお、これ大きな。大きな天井石が残ってるぞ。わあ、ここも大きいぞ。奥行き10メーター、いや、10メーターぐらいあるか。奥は天井石ないのかな。大きい。ほら、大きい、使ってくれとるやんか。天井石は平べったいのが多いんだけどね、使うのは大概。そ
そうですか。ここも初めて見ました。D 信号先行きました。はい、あ、ここね、はいはい、だから前と全然変わったってイメージか。まあこの辺全部工事しちゃいましたもんな、当時。ここだからあんなんが見えてないやから、昔どういうことやろうね。全然ヤブで見えんかったんかな。はいはい、いい仕組みでございました。ありがとうございました。